皆さん、こんにちは。こんにちは。わっしょい。わっしょい。わっしょい。行きの新幹線です。今日は世界戦ですね。そうですね。今日はいろいろ実況しながら、そうですね。やりたいと思って。予想では僕は、ブロックラウンドで、私、ヤングチャンピオンが KO と思います。あら、僕も多分そう思うかな。まあ、中盤だね。それはパクリです。4ラウンドまでのオープンスコアで、それで多分、まあ、どちらにも多分ケンシロウ選手最後になると思うんですよ、判定が。そしたらそこから矢吹チャンピオンがガーってエンジンかけて、僕は中盤あたり長いですね。では新幹線で向かっていこうと思います。はい、お願いします。またまた。どうやっていくんかな。やったなー。やっていくかな。小さい。ああ、ガンガンしい。いけるタイシー。全然ジャンプ出してこない。うん、出してこん。どうしたの。違うな。やったんじゃん。いいよいいよ。静かな立ち上がりだな。自らなんか攻めてきてるな。攻めてきた。うん。あ、狙ってるな。そうなんだ。よし。早い。ああ、一ランド早い。一ランド早い。これどっちなんだろう。ちょっと10対9破ったね。絶対破ってる。いやー、1ラウンドめっちゃ早い。1ラウンドめっちゃ早い。13連勝のストレートは届いてないですね。まだ、うん、届いてないですね。てかジャブ全然出さない、ね、全然ジャブ出さない。前回と全然違いますよ。前に来るようになったな。ちょっとケンシロウからこう距離を詰めてか来る感じですね。なんか多分これどうですか。街のボクシングだもんで、うん、あの正道君のスタイルだから、あー、やりやすい本来のスタイルだから。あと来ないですもんね、全然禁止の。なんか狙ってんのか。狙ってるんですね。怖い。一番の目は、いや、大丈夫ですよ。大丈夫な、スタート。これが正道君のボクシングだよな、街のボクシング。
第2ラウンド。いやー、いけいけいいペースだよ、いいペースだ、ナイスナイス。結構触らされてるね。ちょっと、あんま行かないね。ナイスブロック、ブロック、ナイスナイス、ナイスナイス。戦い方よ、戦い方は明らかに変えてる。ナイスボディー、ナイス、ナイス。ちょっとヤグクの、でも匂いはちょっと悪い。うわ、危ない。今でもいい分じゃないですか。集中集中、相変わらず金志郎が攻めてますね。ナイスボディ、いよいよ、いや誰だよ、ナイス、一発当たりですごいな、声援が。ナイスナイスパー、メタルメタル打ち返してるな、ちゃんと。ナイスアドナイスアド打ち返してよ。ああ、声援が出てるな、声援。返そう返そう返そう、打ち返して打ち返して、ロープに持たせて、そうそうそう、ああ、ダンテ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 、ワイツさんの、ワイツさんから一言あるそうです。はい、はい、ワイツさんお願いします。ケイスさんと2人、会場まで、まあ、あの矢吹選手の応援に行ったんですけども、はい、前回の動画で、矢吹選手は早いラウンドで KO をするんではないかという趣旨を述べたんですけども、はい、まあ、素人の私の全くの、見込み違いというか、ケンシロウ選手の強さをちょっと軽視していたというか、あの軽く見ていたということをお詫び申し上げます。は、僕でも本当にあの矢吹ちゃんと勝つと思ってましたからね。あのでもあれですよね、戦前予想で世論で、ケンシロウ選手が勝つっていう声の方が多かったんですけど、まさかあの3ラウンドで倒すっていう予想した人はいないですよね。多分誰も予想してなかったですよね。あれはないですね。ないですね。いや、もう結果がね、皆さんご存知かと思うんですが、そうですね、ケンシロウ選手、3ラウンド、TKO になるんですかね。レフリーが最後止めたような感じですかね。そうですね、TKO ですね。TKO ですね。はい、すごい。
もう完勝と言っていい勝ち方ですかね。うねもう完璧に、矢吹選手を倒しましたね。そうですね。はい。まあ矢吹選手をね、応援してた 3B チャンネルとしては、非常に、心苦しいところもあるんですが、そうですね、とはいえ、はい、やっぱりこの番組ですからね、はい、試合を切っていかないといけないと。切っちゃいますか。さあ切っていきましょう。で特にケイスさんとワイスさんは会場で見てますからね。そうなんですよ。僕は配信でね、アベマで見てましたから。なのでその辺でその実際に会場で見た印象で、あと僕が見た印象、で、あとはまあ、世論がそうですね、今出てる、そういう感想じゃないですけどね、というのを踏まえながらちょっと深く来ていこうかなと思います。はい、はいはい、じゃあまず最初にですが、はい、今回この試合に向けて、矢吹選手、健志郎選手、はい、まあ、会場でご覧になった範囲でしかわからないと思うんですが、まずコンディションは全然問題なさそうでしたね、見た感じは。そうですね、まあ、見た感じでは悪くなかったと思うんですけど、ちょっと、まあ、その試合の流れから言って、まあ、その矢吹チャンピオンの方がちょっと硬かったかなっていうのはちょっと僕は感じました。矢吹選手は柔軟性は別に問題ない選手なんでしたっけ、普段。ないと思いますね、はい。じゃあ9月の試合に比べて硬かったってことですかね、前回。そうですね、まあ面食らったメンバーと。ああ、それですよね、やっぱりね。和田さんもそうですか、見た感じは全然コンディション的には問題なさそうでした。まあ、リング上がる前と、入場時しか見てないんで、それはアップ見てるわけじゃないから。で、まあ、Kさんが言ってるのも試合が始まってからの話ですから、まあ少々ね、ちょっと質問の趣旨とは違う答えだいつもそのことだなと思いながら聞いてたんですけどまあね、本人にも多分そういう体が動かないなとかいうのは動いてみないと実際わかんないんで、ね、このメンタル面とこうフィジカルが一致してないと体っていうのは動かないもんなんで、はいはい、スリービー的に言うと。そうですね、はい、マジで。なんでまあその辺バランスが悪かったのかどうかちょっと本人しか分かんないし、本人も分かんないかもしれない、だから外から見てる僕らは絶対分かんない。なるほど。今その件をお聞きしたのは、前回が明らかにまあ結果が出てからっていう話になっちゃうんですけどね、健志郎選手のやっぱりコンディションがかなり悪かったっていうのが、これでかなり証明されてしまったところもあるんで、そうですね、だから今回はまあ戦う前の準備としてはね、まあ、お互い完璧に仕上げてきたのかなと、そういった上で、今回の試合にそれぞれ臨んだわけですが、ケイさん、マシもういきなりズバリと聞いちゃいますが、マシこの結果は何が一番要因だったと思いますかね。この結果はですね、まあ、本当に誰も多分他のユーチューバー、いや、すべてのユーチューバーが、多分この予想は進めなかったと思うんですよ。はい、まあ、勝ち負け、どちら勝つとかいうのは予想したかもしれないですけど、ケンヒロ、まあ、選手が、どうやって攻めてくるかっていうのは絶対みんな予想してなかったので、これはもう本当みんなもう、逆に、矢吹選手本人じゃなくて、僕らも見んくらいましたね。うわ、みたいな。そんな攻め方すんのみたいな。もう会場で、もう見てすぐ、あ、もういやもう違うんですよ、はい、前に来てるなと。そうです、プレッシャーかけてるな。カーナーって言われてもジャブじゃなかったですもんね。いや、右でしたから、はいはいはい、と思って、はい、びっくりしましたね。なるほど。和井さんもそうですか、会場で見てて健志郎選手出方全然違うのと。そうですね、いつも左をついて、僕も最初4ラウンドまでは左につきながら、どんな採点になるかなっていうのを見ながら行くんだろうなと思ってたんですけど、まあ、いきなりベタ足で ね前に出てっていう、で、はいはい、いや、なんていうのかな、プレッシャーやっぱすごいんですよね、対峙してみると。まあ、ちょっと対峙してないとちょっと分かんないんですけど、僕は。何年下がるもんなんですか。そうですね、僕も画面というかこの配信でしか見てないからなんて言えないですけど、
なんか矢吹選手が下がらされてるようなイメージだったんですけど、そんな感じです。そんな感じですね。そんな感じですか。下がってもう本当も逆にも本当も下がらせられてるみたいな感じがして、なんかそんなにこうまあその圧がすごいんだなと思って、はいはい、パンチでそんなにめちゃくちゃ多分多くないと思うか多くないんですけど、はい、うん、その下半身まで右バーンってやってっていう感じで来たんで、その圧だけで逆になんかもう下がってしまったね、あの矢吹君のは。そんなすげえんだと思って、あのこれもごめんなさい、画面上でしか分かんないんですけど、僕見た感じだと、検証選手が今までの戦い方よりかなり重心を下げて来てるイメージだったんですけど、そんな感じですか。そうですね、もうほんとベタ足で前に向かって、じゃあ本当にあれですね、倒しにもう一ラウンドから来てるイメージですか。いや、もう本当そんな感じでしたね。もうなんか倒しに来るんだっていう感じで一ラウンドから来てたんで、あ、みんなこれ違うなと思って。なるほど、びっくりしました。お前さんも そんな感じですか。かなり圧来て倒しに来てるのと。僕はまさに、矢吹チャンピオンはその、はい、まあ来るじゃないですか、まあ、距離を取るために下がってるのかなと思ったし、うん、1ラウンド目あの右今日振ってるんですけど、右ヒットであんまないんですよね、はい、あのスウェーでパッて避けたりとか、距離はちゃんと分かってるんだねって K さんに言って、あ、そうですねっていう感じだったんで、まあそういう戦いをしていくのかなと思ってて、であのスタイルで例えば3ラウンドでまあ引けようって感じで終わったんですけど、はいはい、あれを4ラウンド、5ラウンド、6ラウンドで続けていけるのかなっていう研修の選手は、あ、まあ先の話、まあもしっていう話になっちゃうんですけど、被弾覚悟で前に出てもう短いので倒そうとしてるのか、その辺はちょっとまあ陣営の作戦なんで ね、分かんないんですけど、1ラウンド目からあれをしてくるとびっくりしたんだよね。まあ、あのどっかのニュースで言ってましたけど、はい、あれですね、まあでも1ラウンドからああいう作戦だったみたいですよ。まあ、みたいですね。うん、で、そうですね。で、もうやっぱりそのケンシロウ選手のイメージが、要は距離を取るとか、そうですね、もうなんて言えばいいんですかね、自分から前に出てくるっていうあんまりスタンスが、ないじゃないですか。多分おそらくそのやるときって多分距離取ってから始まるんですよ。はいはい。でそこからジャブってやるんで、はい、それがもう蹴りもガーってきて、そうですね。なんでめちゃくちゃびっくりしました。だからもう完全に別のボクサーになってましたよね、あの時点で。1ラウンドだからそのまあ内田さんがあの画面で見てあのまあ検証だったと思います。はいはいはい。でも僕ら会場で見てると、1ラウンド目はまだそのケンシロウ選手が来てるんですけど、矢吹君がこうなんかあの下がりながらも、まあ、その対応ギリギリ対応できてるかなって感じだったんですよ。ギリでかわしてるとかそういうイメージですか。そうです、ガードしたりとか打ったりとかして、こう反撃してるんで、あ、まあこういう感じで行くんかな、まあ、その最初面食らってびっくりしたかもしれないけど、それで行くんかなと思ったんですよね。で僕らはそのまあ何人かで見てたんですけど、あ、これがその矢吹君のこのスタイルで5分できるよみたいなこと言ったんで、まあ、僕はそういうスタイルもあるんだと思って、まあオールラウンダーなんで、あの人は、あ、ここに行くんだと思ったんですけど、もう圧がすごすぎて、でも一覧で僕は取ったと思うんです。あの逆に矢吹君は取ったと思うんですね。あの会場で見てる方としては、はい、あ、取ったと、まあ、多分僕ら、まあ、4人ぐらいで見たんですけど、知り合いで、みんな、あ、取った一覧のみたいな感じで見てたんですよ。ここはもう分かれてますよね。そうなんですよね。うん、おそらくそのケンシロウ選手が来たんですけど、そんなもらってないし、右しか、ほぼ右しかほぼやってないし、あの、で、矢吹君のがそのガードしながらもジャブとかアッパーとかある感じで対応したんで、そのパンチって入ってました、ケンシロウには。ケンシロウ選手には入ってました。入ってたと思いますね。その怪人見るガードしたんですよ。なるほどね。なんで、と思って、なんか、ああ、で、そのケンシロウ選手もこうもらった時に結構こう、ちょっと一歩後ずさりする感じで、まあ多分距離はそこまで多分あの決まってないというか、はい、そういう感じしたんで、まだ多分矢部君の距離じゃないけど、まあそのギリギリ耐えてる感じだったんですね。2ラウンド目からはもう完璧にケンシロウ選手の距離になって、2ラウンドはもうじゃあ、ね、間違いなく、間違いなく、あの採点でっていう感じですかね。間違いないです、ね。でもうより右をもらうようになってきて、はいはい、で今度右をもらったら今度そのボディをもらうようになったんですよ。はい、ボディやっぱ効いてましたかね。効い
てるんじゃないですか。そのまあ、最初が気になるじゃないと思うんですけど、その倒される前のボディが多分効いてたかなと思うんですけど。そうですね。またフェイントがうまいですよね。すごいですね。そうです。下やってまた上行くんで、それのもう本当オンパレードだったんで、でまたそれをもらうんですよね。矢部君が。で、僕もあの、まあ、試合終わって、で、その、ユイ・ヤグイ戦の試合見たんですよ。はいはい、時に、はい、フェイントの右腕もらうんですよね、あの人、矢部君が。矢部選手か。そうですね。はいはい、ちょっとその、フェイントがかかって右腕だと、ちょっと弱いのかなと思っちゃうんですけど。それも結構狙ってたのかなと思うし。なるほど。これはあのあれですね、後から後付け情報になっちゃうんですけどね、あの、ユージ選手とスパーやってますもんね、健志郎選手ね。あ、そう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 ですね、ユーチューバーがやってたりとか。それをもう何なのかこう逆にその圧倒するぐらいなんかだったのか、ユーチューバーのネット見たんで、すげえなって思った。だから相当あれですね、あの水面下で用意周到に準備して、そう試合に対するあれがすごかったじゃないですか、ね、相当あれですね、研究してましたね。なんで健志郎選手もだって1月からジムワークし始めたって言って、よくそのこんだけ仕上がったなと思って。それはでもなんか本当っぽいですね。年内は休んでたっぽいんですけど、年明けからまあ急にギア上げたんでしょうね。そうですね、すごいなと思って。いや、ですね、いや本当にまあ強いなと思いました。で、決着がついてしまった3ラウンドですけどね、画面で見てると、その、なんていうんですかね、その倒される前にボディが入って、ちょっとひるんだ感があったんですよね。で、下がって、で、なんか足が揃ったのかなんかわかんないけど、なんか、その下から見てると、こう後ろにバックステップして、で、バーンともらって、倒れてしまったんで、おそらくその、倒れる前のボディが、まあ、いい風にもらって、で多分おそらくそのフェイントかけてボディを打つっていうのをまで右に狙われたんですよね。そうですね、左打つ、ボディ打つって見せかけて右ですよね。そうそうそう、それは多分もう決まってしまったんで、ちょうど多分足がこう多分こういう開いてじゃなくてちょっと揃った感じでもらったんで余計いっちゃったのかなと思います。で倒れ方も結構大胆にいきましたもんね。そうですね、頭当たってますもんね。そうですね。なるほど。まあストップはまあ致し方ないかなと。いやそうですね、あれ立ち上がって続行したとしても多分もう健志郎選手の多分連打もらって、まあ、よりダメージが深刻になってるかなと思って、まああれは正しいのかな。そこでストップでしょうね。いや本当、まあ、まあその終わってからも話しましたけど、あのワイプさんと、やっぱ8回ボイスセットすげえな。もうあれですね、もうまあ一言で言えば、まあ陣営の作戦勝ちですか。まあそうですよね、これに尽きちゃうのかなとかと思うんですけどね。あっちの検視のサイドが多分おそらく練ってきた作戦があって、それをこっちは対応できなかったっていう感じかもしれないですね。まあでもあの最初に言いましたけどね、誰が検視郎選手がプレッシャーかけてくるって思ったかですよね。そうですね。そういう戦い方はまずしないだろうなっていうのは思いますもんね。でも井田さんも言ってましたね、なんかその前回、はい、試合やって、あの要は倒される9ラウンド、8ラウンド、はいはいはい、の猛攻が良かったから、あれもしかしたらこう最初から来たらいけたかもしれないですね、みたいな感じで言っとったじゃないですか。ああ、そうですね。前回の動画で、その結局9月の試合で最終的に倒されたんですけど、その前のラウンドが結構もう一息だったんですか、健志郎選手にしてみたら。そうですね。だからあの戦い方で、で、明らかにコンディションが悪かった中で、コンディションを仕上げてって、そういう戦い方をしたらいけるんじゃないかっていう、そういう手応えは自分の中にもあったような気がしますね。あったと思うんですけど、その、まあ、前回も話したかもしれないですけど、あの倒されたこう記憶って残ってるから、はいはいはい、それを乗り越えてくるってやっぱすげえなと思います、ね。さあ、ワイトさん、あの、はい、実際に会場でご覧になってこういう結果になってしまいましたが、まあ、どうでしょう。まあ、思い出さないようにはしてたんですけど、今ケイスさんとね、この撮る前に話をしたりとか、ケイスさんの話を聞いてて思ったんですけど、まあ、1ラウンドって本当に健志郎選手右しか出してないんですよね、ほぼ。で、2ラウンドからこうコンビネーション使い出して、3ラウンドでフェイントで倒すと。よく考えて、僕がもし選手でやられたら、向こう出だしで前に来て、もう右ばっかり振ってくる選手、まあ圧を感じますよね。はいはい。で2ラウンド始まったら次、あ、なんか変化つけてきたぞってなって、でそれに対応しなきゃなってなるじゃないですか。
はいはい、3ラウンドフェイント使われてまあ、あの矢吹選手すごい反応がいいんで、あの、まあ、2ラウンドでもし圧をかけられて、まあ、多少効いたパンチがあったとしたら、あ、もらったらダメだってなりますよね。そういう作戦だったんですかね、最初手出さないのは。だんだんどんどんどんそう、あのそうですね。いやだから本当に作戦勝ちだと思いますし、やっぱりそういうあそこの舞台に立ってその一つ歯車が狂っちゃうと戻すのにすごい大変だと思うんですよね。はいはいはい。まあ人生何でもそうなんですけど、一回ちょっと狂っちゃうともうずっと狂いっぱなしになって、あ、こんなじゃないこんなじゃないっていう風で、進んでいって最後の結果になるという。でもこれ前回のケンシロウ選手が言われてましたね、はいはい、逆ですもんね、井上選手が言われてましたね。でその井上選手って何がすごいかというと、どういう状況になっても立て直すんですよ。でも前回その前回試合、去年の試合ですね、あの時はケンシロウ選手が面食らって逆に、そうですね、で立て直せなかったのが、まあそのダメとは言ってないですけど、まあ、そこが負けた範囲じゃないかって言われたんで、そうですね、ポイントが取れないっていうことが頭になかったんですね、多分。あの4ラウンドのオープンスコアで、あそこがターニングポイントですね。そう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 、あれって思いますもんね。そうですね。8ラウンドでもリードされてましたからね。だから、ただあればなんですけど、今回も3ラウンド乗り切って、4ラウンド終わって、あれでいくと、下手すればイーブンじゃないですか。そうですね。公式採点は。そうですね。そしたら、例えば、ケンシロウサイドか、ケンシロウ先生サイドが、ここまで行ってんのにイーブンかよ、とかってなったら、また、まあ、歯車がちょっと勝つからアウトボクシングしっくるかもしれないし、まあでもいい場ないかな、1ラウンド取って2、3と取られて、ね、そうですね、4つ立ち直せるかといったら、そうそう、どういう風かなっていう、そうですね。でもオフィシャルは 1、2 は矢吹選手取ってるじゃないですか。いや、2は取ってないですね。ああ、2取ってなかったですか。1だけですね。なので3は取られてるんで、で4、ああそっか、それでいくと明らかにそうですね。で僕もその最初その試合始まる前にそのあのまあボクサーの人と会って、はいはい、で話したのが、じゃあどういうふうに来ますかって話した時に、うん、僕は4ラウンドまでに、まあ、その軽症選手があって来るか分かんないんですよ、ええ、いつも見た体型っていうかそのジャブ使ってと思ったんですけど、でもそれで僕は4ラウンドの時に軽症選手がポイントがカッと詰まったんですよ、うんうん、だそこで矢吹選手がこう追い上げて、で中盤ぐらい倒すんじゃないかなって予想したんですよ、僕は。はいはい。でも、むしろ全く違ったんで。逆ですね。全然逆だったんで。逆でしたね。はい。なるほど。そう考えると、やはり、あれですね、もう本当に、本当にその作戦勝ちというか。まあ、作戦勝ちって、まあ、言っちゃうともう簡単なんですけど、まあ、その、そうですね、まあ、一応その選手も、逆にまあ、本当にそのさっきの言い出されないですけど、選手って、一人なんだけど、一人じゃないですよね。そうですね、まあ、その作戦とかいろいろ試合どういうふうに、まあ、研究どれでしたかって話なんですね、はいはい、うん、その研究というのも裏を書くとか、はいはい、うん、なんで僕はそのカウンタードルとか言ってね、こう言ったのはちょっと外れましたけ ど、 なるほど、でもキャウンターでしょ、キャウンターね言ってくれましたね、なるほど、キャウンターでも、でも僕は皆さん言ったのが、はい、裏の裏を書くって言ったじゃないですか、ね、そこなんですよ、まあ、あとその裏書いてましたね、そうです、そういうことですね。そうです。これはだから今思えば、ケンシロウ選手自分であの YouTube チャンネル立ち上げて、でその試合直前までいろんなところを顔出して上げてたじゃないですか。だからそれ、あれですよね、人の取り方によっては、おい試合前なのに何やってんだよって思うんですけど、多分その収録の時はそういうあれでやってるんですけど、違ったんでしょうね。作戦ですかね。そういうところでちゃんとこう本当に腰据えて指導を受けてたとか、あの内山選手のチャンネルのあれがすごかったですもんね。多分あの右の打ち方とかは絶対今回、ね、あれ聞いてますよね。あの下半身の使い方とか、ね、あの内山選手の話も心身聞いてたんで、だから右で倒すっていうプランではあったんでしょう ね、よりその重心サイドなんてより下半身で打ってるんですよね、はいはいはい、多分今までの金城選手ってこう、まあ、そのいわゆるこうピョンピョン跳ねてあるんで、そこまでこうなんか下半身重心で打ってないんですよ、まあでも、まあ、体でさ打てると思うんですけど、いい位置がすごいしてると思うんですけど、はい、ただよりその重心下げることの下げることによって、より下半身使って打てるんで、より感じが増しますよね、
もう全然違ってましたもんね。そう、飛び跳ねてるイメージまるっきりなかったですもんね。これで例えばですね、養蜂できるというのはすごいですよ、これはもう。やはり強い選手だったんですね。だったんですね、とんと失礼ですけど。これはもう肩を立てるじゃないですか。いや、単純に強かったって話ですよね。はい。で、敗れてしまったね、矢吹選手ですけど、コメントでもやはりあれですね、ちゃんと検証選手叩いてますしね、うん、この戦い勝されたんじゃ、もう勝てないとかね、もう勝ち続けるだろうとか。まあ、でも彼は全然言い訳してないと思うんで、その辺はもう本当にスポーツマンらしくて、そういうところは本当かっこいいなと思いますよね。あと倒れてすぐケンシロウがあれじゃないですか、トレーナーの人が矢吹選手のところに行って、ね、票を持ってましたね。ですよね。だからああいうのも、ああ、すごい、まあ、って思いますし、残念な結果ではありますが、試合内容としては本当に深い。深いですね。その短いラウンドだったんですけど、僕はすごい深く感じました。すごかったですね。その3ラウンドですごい駆け引き、攻防、心理戦ね、いろいろあったと思いますんで。ラウンド1個言っていいですか。はい、どうぞ。矢吹選手に伝えたいんですけど、立つのは上ですよ。立つんですか。倒れても倒れても立ちながらもいいんですよ。そうですね。まあ、外野がいってるんで、まあ、本人はいろんな苦労があるんで、まあね、できる状況が分かんないです、しないですけど、でもね、やっぱ立つのは上ですよ。まあ、できることなんですよ。そうですね。あとはその僕はその、まあ、試合終わって、そのいろいろネット、ヤフーニュースとか、YouTube もすぐ分かったんで。はいはい、まあ、そのコメントは見てたんですけど、やっぱね、こうみんなね、こう言うやつ多いんですよね、やっぱ。まあ、ボロクソ言ってるのもいますね。ありますね。普通に言っていいんですよ。普通に、勝ってよかった、その勝ては強かったんだけど、いいんですよ。いちいち、こうなんか前のことを振り出していったりとか。そうですね。そうですね。それは別に関係ないと思うんで、あれは世界チームになれないですよ。本当です。そういう意味、その、じゃあ、ありがとうございます、ヘッドバットはどんなことかって言いますけど、その挑戦するまで、その世界一位まで行くまでに、できるかって話なんですよね。そうですね。そういうことです。日本一とわけは違いますからね。自虐ネタだ。そういうことです。違いますよ。違いますよ。そういうことですよ。わかりました。さあ、まあ実際に会場でね、ご覧になったそういう声も今回ね、届けられればなと思って、ね、急遽収録させてもらいましたが。はい、まあ今後のね、また矢吹選手にはね、ちょっと注目したいなと思いますし、そうそう、ぜひまたね、リングに立つ姿を見せていただきたいなと思いますし、はい、はい、最後に一ついいですか。はい、まあ8回防衛して、まあ9回目で、まあ、矢吹選手に敗れて、はい、まあ、それまで積み上げてきたスタイルっていうのは関根選手にはあったと思うんですけど、それを、まあ、スクラップビルドじゃないですけど崩して、もう一度戦いに挑んだっていうその姿勢がですね、はい、本当に素晴らしいと思うし、やっぱりまあ常にね、この商売は何でもそうですけど、新しくね、こう新しい武器、新しい武器を取り入れてやっていかないと、やっぱり、勝ち続けるのって難しいだなと思いますし、はい、まあね、やっぱり勝負事というのはやっぱ厳しいなと勝つか負けるんですよね。 そうですね。で、前その矢吹チャンピオン、元チャンピオンですけど、勝った時に本当に、ああやればできるなって思わせてもらって、で今回はまあその逆のね、負けてこう残酷な場面も見せてもらって、いろいろやっぱりスポーツってやっぱり勉強になるし人生のためにもなるんで、まあ双方ね、やっぱいいとこは絶対あって勝負してるんで、そうですね、まあ、どっちがいい悪いではないんですけど、勝ち負けはつきましたけど、そうですね、僕は本当にこの2試合でだいぶ勉強させてもらいました。いや、本当そうですね。本当スポーツって残酷なんですよ。本当ですね。本当も三国志の話じゃないですよ。勝てば勝負ければ死刑なんですよね。そうなんです、はい、でも誰かが言ってましたけど、勝者は敗者がいないと勝者にはなれないんですよね。まあそうですね。そういうことです、ね、相手の面がいないと、そういうのまたね、矢吹選手リングにまた立ってきたら、はい、スリビーチャンネルを応援していきたいと、もちろんです、思いますんで、はい、はい、今日はお忙しい中急にお集まりいただきありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。いつもスリビーチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ケースからちょっとお願いがあります。皆さん、ここにあるボタンをポチッとしてください。そしたら僕ら今以上に頑張れるので
よろしくお願いします。